カマーラオレアズ福岡です。2000人を記念して自己紹介をしたいと思います。背番号と名前を教えてください。はい、13番山本ひかるです。5番の三浦優です。出身地を教えてください。兵庫県です。愛知県です。出身地のなんか魅力、いいところは、自然豊かです。兵庫県って言って自然豊かって言ったらあれじゃない、淡路島って言ったらいいんだ。あ、兵庫県の淡路島です。自然豊かです。あ、ご飯が美味しい。例えば、例えば名物みたいなの。名物、足をちょっと名物、シラスとかやない？シラス？シラス？なんかちっちゃい魚。ジャコ。うまいよねシラス。うまい。出身高校と大学を教えてください。大阪陸陵、大学が手塚山大学です。高校は、岡崎学園高等学校で、大学が中京大学です。ポジションを教えてください。はい、オポジットです。セッターです。身長を教えてください。はい、174です。166です。血液型を教えてください。A、B。あれを始めたきっかけは、友達に誘われた。あんま覚えてないけど、多分そうだと思います。覚えてけ。だから見学行って気づいたら入ってた。外が嫌だったかな。外が嫌だったからだから。どういう理由？いや、だからなんか入らんといかんかなって気がする。部活に、部活に学校が、多分中学校からですか？いや、小学校。なんか愛知は なんか部活、なんか部活制度みたいな、なんかよくわかんない。あ、スポーツが盛んみたいな。へー、わかんないけど、なんか確かね。休みの日の過ごし方教えてください。休みの日は、気が済むまで寝て映画見る。気が済むまでっていうのは大体何時までっていうことが多いんですか？午前中は潰れますね。寝腐ってるね。何時に寝てんの？多分11時とか。やばー、すぎやろ。特技です。特技、寝ること。はい、はい、寝ね間違えた。皆さんも一緒でしょ。家の中で一緒やん。ゲーム、ゲームじゃん。まあ、寝て、ゲームして、寝て、ゲームして、寝て、動画見て、お菓子寝て、疲れよりひどいよ。でも、お風呂の時はあんま変わんない。お菓子家にあったら家で食べるけど、あんま動、あんま家の中で動かないようにします。じゃあ、ファンの方に一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。今はなかなか、観客とかで自分たちの姿を見る機会が少ないと思うんですけど、これからはその機会が増えていくと思うので、ぜひ足を運んで応援してください。最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。せーの、バイバイ。バイバイか。せーの、バイバーイ。